チェンジェル TV をご覧の皆さん、おはようございます。東海リーチェンジェルのニャレルタトナルセマキです。さあ始まりました、エブリワリースクール。あれちょっと痩せた、ニャレル痩せた、痩せコーデ、痩せコーデ、痩せコーデですね。ーコーデですね、コーデが、はい、ごめんなさい、俺今日全然目が見えてなかった。サングラスなんかしちゃってるから全然わはははなんて言っておりますけども、この収録の日がいつですか。今日は10月の7日です。お、10月7日、はい、これはもうエブリバディスクール4ポイントが期待できるかもしれません。それではまず早速ね、はい、そうファッションチェックをしていきたいと思います。カメラさんいきます。エブリのファッションチェック。可愛らしいね。じゃあまずちょっと今日のポイントは、今日はでもポイントは最近肩こりなんでこれなんですあの某スケート選手がつけてるっていう、あのウォーケン秋ですから、まあ可愛らしいこの膝上丈のね、はい、ブーツ合わせてきた、はい、でちょっとチラ見せ、はい、もうファッションうんぬんじゃなくて最近肩こりがそんなエンジェル初めてだったんで、まあ、エンジェルも肩こり、マックス100からスタートです、はい、ということで今回もね、久々に戻ってまいりました岐阜県にございます、はい、マルハン岐阜六条店さんでのエバディスクール、はい、張り切っていきたいと思います、はい、スタートです。バジかな、一番人気は。うわー、マジか。おきどき901番台大好きなカードで、まあもしダメだったらちょっとまだ考えよう。何度かね、ここの時々触ってますけど、割となんか今日みたいな日は分かんないですよ。あくまでも僕の感想ですけど、それでチロチロしなかったら今日は運が悪かったっていう運ですよ、だって朝一なんてね。残念ながら朝一ヒットならず。よし、移動します。早いな、初打ちです、初打ちですいい結果を残したいすっげえ音すんなこれ。お騒がせしました。こういう超かっこいいじゃん。朝一ビッグでイエース、わーおいいじゃんいいじゃん、超かっこいい。これちょっといろんな告知系を試してみようか。一発目ナルモードだったから、ナルカモードやってみよう。押してもグッと押し込まないといけない。やっぱおいシェイセイセイよ、ブルファイティング。ほら、次白いってみようか。バケ、はい、2発目はバケでございました。今ナルモードとナルカモード
選択したんで、このシーンモードでいってみようか。おー、イエス。うわー、なんだ今の。シーンモードだと、え、レバー告知じゃなくても行くんだ。あー、また負けかい。あれ、これいつも早いな。でやるよ。はい。早い。早いって言われた。早いって。相当早い。知らない、ここら辺。学長。10エブリ上げる。10エブリ。10エブリ？やった。10エブリ上げる。じゃあもう普通になるモードで行こうね。全部今体験したからね。やばい、やばい、下だらの底が見えてきちゃった。イエス、あー粘ってよかった。いいと。リックでお願い。あー、また負けかよ。マジかよ。鼻鼻を連勝するときは鼻連、マタドールが連勝するときはマタ連、マタ連でいいのかな。また連したよ、また連。もうヒーハー絶対ビッグでしょ。はぁ、よかった。もう、ほんとよかった。あぁ、びっくりした。あぁ、びっくりした。なに今の。やばい。もう時間がない。あー、残念。ここで実戦時間2時間終了でございます。どうなったか結果発表を楽しみ。ただいま、マルハン二風六条店様でのあれ、どうしたの、何急に、急に何真面目になって。実戦が終了しましたよね。久々に来ましたけど、盛り上がってるね。はい。で、この後、はい、私たちカニ店様に向かうんですけど、はい、その前に、もう向かうの、まだ行きたいんだけど、その前に、はい、10月と言ったらオクトーバー。英語にするんじゃなくてハロウィン、ハロウィン、ハロウィン、早く言いなさい。はい、マルハン岐阜六条店様でハロウィンにちなんでね、スタッフさんがさらに店内盛り上げようといろいろ、あらら、ちょっとどんなコスプレが楽しめる。いや、すごいコスプレ期待してください、皆さん。どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは。あれ散々僕ら今コスプレの話で盛り上がりましたけど、あれイムロと、イムロさん、はい、はい、10月に入って、はい、マルハン岐阜六条店が、ちょっとすっかり真ん中持ってきて、ちょっとなんか怪奇現象、おやおや、茶碗が飛んだり、茶碗飛ぶんですか、茶碗が飛んだり、椅子が浮いたり、ちょっと怪奇現象が起きているので、今ちょっと開発途中なんですけど、このゴーグルをつけるとどこにお化けがいるのかが反応するんですよ。いやいやいや、そんな言うても、みんなお化けが見える、ほんまやあ、怖い怖い怖い、あ、そうなんです、気をつけ、そこそこそうなんです
倒すべく、はい、スタッフたちも奮闘しておりますので、はい、この辺の大人たちの反応ゴーストこれかけたら見えるんですよ。本当ですよ。どこにいるの？ふるさとでしょ。めちゃくちゃいますからね。めちゃくちゃいるので、はい、よかったらぜひ10月もマルハニ付録所店に来てください。はい、じゃあ最後に木村さん、はい、視聴者の皆さんに一言メッセージお願いします。じゃあ今からマルハギ付録所店に出没するゴースト退治しに行ってきます。皆さんもぜひご来店お前本当にちょっとお待ちしてます はい、マルハンカニ店様にやってまいりました。おいっそ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 テンション上げていこう。テンション元気ある？元気ある、もう元気。リニューアル後初だよはい、エブバディスクールさあ、はい、続いておりますけれども、はい、今回のエブリバディスクール、はい、久々にね、もう帰ってきたと言っていいですね、はい、岐阜県なんですけれども、はい、すごいです。カメラさん、ちょっと駐車場パーンと、うん、すごいよ。もうほぼほぼ飽きないぐらい。そうですね、こっち止めるとこなかったですもんね。でこのお店の後ろも駐車場なんですけども、はい、こちらの第二駐車場ももうほぼほぼ満車です、はい、やっぱねそれぐらい盛り上がってるというのを、はい、後半はやる、はい、バチンと、はい、伝えていきたいと思います、後半戦早速スタートです。大丈夫、元気出してよ。ご飯時、ご飯時ですということでね、はい、まずはカニ店さん、はい、リニューアルされまして、もう本当にね、はい、もう一新して、あー綺麗くなったなと、はい、新しくなったなというのがビンビン伝わるんですけど、はい、なんとね、この併設のご飯時さんもね、はい、今ね、ちょうどね、まあ、これ配信される頃にはまた限定メニュー切り替わってるかもしれませんけども、我々本日お邪魔してる時はね、見てこれ期間限定の人気企画だから、これからね、どんどんやっぱ新しい企画が、配信されていくと思うんですけど、はい、大体定番メニューといえば、まあね、パチンコ屋さんといえばね、はい、カツ勝利メニューですね、はい、カツ丼とか、そうですね、カツカレーとかです、カツ定食とか、うん、違う、それももちろんありますよ、人気メニュー。ただ今ね、こっちの方が大人気です、はい、ぜひ一度足を運んで、はい、この本格的なね、はい、お食事の方も楽しんでいただいて、はい、それからですよ、はい、店内実践のちょっとね、どれぐらい、店内の方がね、はい、リニューアルされてるのか、ちょっと早速見ていきます、行きましょう、はい。いろいろグミジャパン増大されたりとか、あ、本当に店が明るくなったね。明るくなって台数増えてます ね。しかもね、やっぱね、盛り上がってるのがね、はい、ドーン、もうお客さんのこの画像を見れば一頃に進んで、そりゃ駐車場が空いてないわけです ね。うわ、こっちもすごい盛り上がってるよ、リニューアルとともに寝台入れ替えされてるので、さらに楽しみも広がってるっていう感じですね、はい、すごいすごい。こっちはね、5スロコーナーなんですけど、他はスロットは全部20円スロットなんですが、え、半分以上じゃあ30杯に、そうですね、30杯が半分30杯ですね。やっぱりほら、東海地区といえば、はい、30杯だから、前も調子良かったじゃないですか、ね、私は2人で勝ちましたもんね、総対決やってね、はい、プラスになったからね、はい、だからさらにやっぱり地元のお客さんの声を生かして、はい、大人気の30杯コーナーを増やしたと。そうですね、あれ今日もやっちゃう、今日もやりましょうよ、今日も勝ちました、今日も、はい、ニャルルが好きな台選んでいい、じゃあ俺その隣に座るわ。本当ですか、了解しました、じゃあ選んできます。さあ、はい、今回はね、もうマルハンカニ店さんといえばですね、前回も、対決やりました、この花田の方、はい、で、どちらがもう単純に出玉勝負だね、はい、方対決、はい、スタートです。はい、1回転目まあそうですよね。じゃあさ、先に花咲いた方がボーナス10エブリってのはどう？はい、俺が咲かしちゃうとマイナス10エブリになっちゃう、イエーイ、嘘ー、
私が先に。うそ、花咲きました。イエーイ、マイナスエブリー10ポイント。まだわかんないもん。私先だと思ったら、マイナス10エブリーじゃないこれ。やだ、これまだまだマイナス10エブリーよこれ。じゃあ人のことは言えないです。あと1回ですからね。じゃあもう1回やっていい？相当速いです。2人してダメですよ、この感じ。またマイナス10エブリーだ。これで俺先にめかしたよ。で2回ミスったからマイナス30エブリーになっちゃったよ。ダルル、やだ。ほらほら、早く回して時間ないよ。ここカットしといてください。ここカットですよ。学長カット、恥ずかしいですよ。二人して一回も取らないで。エンドだよ。いやいや、まだチェリーでアトミカリとかあるから、500かもしれない。あれ終了。あれあれあれ、まあまあまあ、じゃあ言い訳はエンディングでゆっくり聞くから。はい、あと7枚回しますね。秘密の小部屋、今日は青空編ということで、はい、もうね天気がいいので、はい、このコーナー初外に飛び出しちゃいました。本当はねここだけの話っつって小声で話すコーナーなんですけど、もう今日はもう大声でいきましょうと、はい、ということで、お話を伺うのは、はい、マルハンカニ店のエムタさんに、はい、よろしくお願いします。エムタさんよろしくお願いします。お伺いします。すごい目がキラキラしてますね。キラキラしてます。ありがとうございます。まず、マルハンカニ店さん、はい、グランドリニューアルおめでとうございます。ありがとうございます。いつリニューアルされてるんでしたっけ。8月5日にリニューアルオープンさせていただきました。8月5日ということは、はい、この収録日が10月の7日ですので、ちょうど2ヶ月。そうです、2ヶ月ほど。でもこのグランドリニューアルで一番どこが新しくなったんですか。一番ですか、うん、はい、まず店内、内装綺麗になりまして、うん、はい、そしてパチンコスロット増大いたしました。
特にどの辺が増えたんですか。どの辺ですか。それは来てからのお楽しみということで。エムタさんうまいねうまいねうまいね。はい、ぜひ自分の目で確かめていただきたいと思います。僕が言いましょうか。スロットコーナーの増大になってましたよ。はい、しかも置きスローが結構増えてましたね。増えてましたね。置き時がね、ワンボックスドーンとなって、隣の島に受けました。ご説明ありがとうございます。本当ですよ、知らなかったんでしょ。来てからのお楽しみなんてあれみたいな。そうですよ。ちょっと山田さん、ありがとうございます。お願いします、ね、はい。どうですか、まずお客様の反応は。リニューアル後、お客様ですか、綺麗になったねってお声たくさんいただいて。え、エムタさんが、あの、はい、お客様で、はい。違う違う、私は。あ、びっくりした。エムタさん、どんだけ前に出る人が綺麗になったねってよく言われるんですよ。違う違う違う、お店。あ、お店が、ありがとう。もう俺の携帯がびっくりした。でも、私実はメガネ取ってもらいたいぐらいエムタさん美人なんで、最後に。いや、もう十分目キラキラしてますよ。はい、目今日は。気合い入れてます。いいね、エムタさん。はい、気合い入れて。こっちの方がいけるかな。ありがとうございます。まあ、実際打ってみて、僕すげえ楽しかったですからね。ですよね。あ、ちょっと凹んでる人いますね。それは楽しいですよね。あんなに光ってたら。だって自分が選んだんじゃん。で、俺ニャルルが選んだ隣に何でもいいよって言ったら、とんでもない当たり、もう1回しか当たってないじゃないの。俺に勧めて。あ、そうなんです。結局俺の勝っちゃいましたからね。よかった、皆さん。はい、一回も吹かなかったんだ。残念です。残念です。磨きに行きます。でも、あの、私はモナカに癒されて大丈夫で、 ありがとうございます、ね、その分モナカで美味しいお召したもんね。美味しいお召しましたです。座っててよかったです。粘って座っててよかったです。あれでモナカももらえなかったらもう散々だよね。散々です、本当に。ニャルルなんかどっか気づかなかった、なんか変わったところですか。まあ、その黄色、外も黄色、あとはお客様の笑顔が増えたなと。あ、いいこと。くれます。はい、何点です今のコメント。何点ですか。あ、もう100点まで。マジですか。100点あげちゃっていいですか。嬉しいです。やっぱお客様の笑顔を見られるのが一番嬉しいんで、幸せなんで。まさかの100エブリーボーナス。これもう言った点数いっちゃうんですよ。やったー、おめでとうございます。じゃあ、その100円分をもらったニャルル、このコーナー締めてください。はい、新しくリニューアルしましたマルハンカニ店様、ぜひ皆さん遊びに来てください。お待ちしてます。お待ちしてます。超ラッキーだな、100円分だもんな。今回の収録ホールはマルハン岐阜六条店とカニ店。岐阜六条店は総台数が1040台の大型ホール。レートは4レートを扱っており、どのレートにも最新台、人気台を取り揃えています。また LINE も行っており、友達追加をすると岐阜六条店のお得な情報が無料で届きます。ぜひ友達登録をしてください。そしてカニ店も LINE を行っているので、最新情報をいち早く知りたい方は LINE で友達登録をしてみてはいかがでしょうか。岐阜県をより盛り上げる岐阜六条店、カニ店でぜひお楽しみください。結果発表、はい、さあということで、はい、我々エブリバディスクールが久々に岐阜県にやってきまして、はい、今日は2店舗開催でしたね、はい、まず1店舗目は、はい、岐阜県にありますマルハン岐阜六条店様で、はい、そして、はい、2店舗目はマルハンカニ店様で収録させていただきました。こちらの、ね、マルハンカニ店さんは、グランドリニューアル後初の、はい、このエブリバディスクール開催ということで、もうね本当に盛り上がってる店内にお邪魔しての収録だったんですけれども、はい、ここまで、まあ、前半でね、はい、100スタートで10プラス、はい、で110だったんですけども、はい、後半残念ながらマイナス30エブリ、はい、まあ、80か、うん、そして、対談でそうエムタさんから出ました、はい、100エブリーボーナスで今暫定180か、はい、もっと当然です、もう今回はねご祝儀です。もうグランドリニューアル、はい、おめでとうございます、はい、そしてエムタさんが相当面白かったんで、はい、個人的に超面白かったんで、はい、ご祝儀ボーナス、はい、90
7エブリ。ご祝儀ご祝儀。今日だけぞ。はい。トータルで277エブリなんですが、まあこれでもチャラでいいんじゃない？前半の実戦は負けました。はい。後半のバトル勝ちましたんで、はい、本当は負けてたらマイナス10エブリじゃん。はい。でももう到底プラスマイナスチェラでしょ、もうご祝儀だもんこれ。はい。ね。はい。はい。ということで、今回のエブリバディスクール in 岐阜、マルハン岐阜六条店さん、マルハンカニ店さんでの、はい、トータルポイント277エブリっていうことで、また今度じっくりとね、はい、ゆっくりと皆さんともね楽しんでいきたいなと思いますんで、はい、お気軽に遊びに来ていただきたいと思います、はい、皆様のご来店お待ちしてまーす。ありがとうございました。